はい、ただいま。やっていこう。さて、どうしよっかな。これいくか。まあでもな、ちょっと早すぎるんだろうな。ソティスのが1月か。普通にフリーであげるか。そうだね、上級職にならないと多分これ難しいと思う。うん、普通にフリーであげましょう。20ぐらいあげたいので、あと18レベルの子が3人ぐらいいたと思うんで、俺とリシティアとマリアンヌかな、その3人を集中的に上げて先に上級職にしてみんなを率いてもらうかな。まあ、カトリーンさんとシャミネコはもう上級職だけどね。レベルが足りてないのになぜか転職できてるっていう優遇感。新さんの、総統選白雲の章エピソード8、はい、同じかな。あー、分断パターンや、分断パターンや。了解で、ここに経験値ね。なるほど、じゃあもう、あー、重装兵じゃないのか今回。それは厄介ね。あー、こうか。リシティア危ないか、リシティアこっち危ないか。だったらカトリーヌ様はこっちの方がいいか。そうだね。でマリアンヌは回復係として来てほしい。でヒルダちゃんを真ん中に置く。これで固い3人だから。でこっちは、うーん、リシティア前、まあどうせ森の中入って戦う予定だけどね。はい、でユニットね、フレンを誰につけるか。まあ俺かな。でレベルが、俺が18、マリアンヌが18、リシティが18なので、この3人をちょっとレベル上げたい今回。ということで、フェリックスいらねえなフェリックスいらねえなとか言っちゃいけないんだけど。え、猫についてんの。あ、そっか、上の人につくのかこれ。猫じゃないね、リシティアかな。教えてもらえる能力ある武漢の子だって、人質ってマジカルショット。リシティア、あ、これなんて読む、マバ魔法攻撃になる剣。あ、これいいんじゃないの、剣だけど魔法攻撃。あー、じゃあマヌエラさんをつけよう。マヌエラさん、あ、回復役だしね、これでいいでしょう。マヌエラさんはリシティアで、俺にフレン、これでいこう。なんならマヌエラさんにの技は俺にも教えてほしい。よーし、じゃあ騎士団は補充したんだっけ、違うか、ショップか。いらっしゃ、はい、アンナさん補充してないね。はい、安いからね、これ。またの、じゃあこれでいきましょう。はい、はい、敵の全滅、はい、どうだ。さて、うん、まずは引くか。焦らず戦おう。引いても来るのか。でも森で戦いたくないから、あいつら前に出てくるしかないから、こうやろう。3人で埋めよう。私ですか。でヒルダちゃん真ん中にいるから、立ち下がる者はみんなぶっ倒す。いいでしょう、仕事だ。いやー、さあ、そういう手に出るのか。きついよな、3人同時はきついよな。いくらヒルダちゃん硬いとはいえ。はい、 OK、 削る。マリアンヌが出るとマリアンヌが来るよな。私ですか。まあヒルダちゃんのを引っ張る関係ないね。はい、まあまあまあいいでしょう、耐えてほしいけど、耐えるかな。私に任せてください。ぼちぼち動く。こっから打てない。はい。みんなとりあえず入ろう。どうするんだ。ようにこっち行く。まあいいか。とりあえず入る。僕の出番のようだな。僕はいつでもいいですよ。はい。オッケー。どう？これいきなりヒルダちゃんきついか。前出るべきじゃなかった。あれ帰ったなあいつら。俺の中不利と判断したか。はい。
あーきついか、2回攻撃。あ、でもヒルちゃんの方が折れたの。そうだよね、できないんだよ。オッケー。で、カトリンさん倒しちゃうよ。カトリンさんの一撃。はい、いい士気レベルが上がりました。戦っ、オッケー。なんだかんだいけるか。で、マリアンヌで回復しよう。普通にヒルちゃんを回復。いい。で、A ね。オッケー。で、俺のレベルも上げたいので普通に戦う。はい。この経験は糧に。で、この間パート1をちょっと昨日見てきたんですよ。そしたら説明、俺が興奮してる中説明されてたんだけど、追撃が発生するのは通常攻撃だってのはやっぱりちゃんと言ってましたね、最初の頃に。なので、あー、まあいいか、やろうか。これもらっちゃうけど、あー外すのか、それは予定外だな。まあいいや、カトリンさんにあげる。はいはい。なので追撃2回攻撃ですね、発生するのは普通の攻撃ということらしいんで、やっぱそういうことなんですね。ここで猫は待機しとく、猫待ちしとくか。ここから撃てるでしょ、敵が来るなら。殴ってもいいけど、ちょっとさすがにきついか。一人しか来れないから大丈夫です。レオニー一人しか来ないから、これで。で、後ろに猫を添えとくことによって、レオニーを強化する。で、ナスは回復のために前に出て、でリシティアこっち出ると来るよね。そうだよね、ちょっときついか、ちょっときついね。ここ待機で、ここ、ほい。で、1人は来るけど、おお、レオニーいい反撃だ。2人目以降、あ、でもリシティアに来るのか。来ない、来ないの君たち。あいつを見捨てたの、かわいそう、あいつ。見捨てられてんじゃん。じゃあ、リシティアで倒そう。リシティアをレベル上げたいんで。どうだ、ほい。上級作になってほしい。当然の勝利でしょうね、はい、うちの天才。オッケー。で、弓が打てない。撃たい。で、レオニーじゃない、ここね。で、ナスで回復でいいかな。 OK。 で、レオニーはいけるんだけど、ここで一人を受け待つか。いいよね、弓じゃないわ。で、来てるので森に入る。弓、近接反撃あるから別にいけるんだよね、こっちから。おい、で、子猫、子猫じゃねえや、猫も上がる。おお、伸びいいね、いいね。伸びいいけど、大人陣ってもうレベル高くてさ、すでに危ないんですけど、すでに高くてあんまりなんかもう覚えなさそうな感じがする。どうなんだろう。で、これがサンダーソードで倒す。いい。賞賛はあった。オッケー。フレンにも入る。で、カトリーヌ様はここから攻撃できないので、まあ、待機です。私ですか。で、これヒラちゃんここ来ることによってサミネコをガードに。オッケー。相手森入っちゃうけどね。で、いいよね、一人来るよ。オッケー。いいね。剣殺し。あー、これはいい。剣殺しか。なんかもうレオニーいろいろ殺すな。殺戮者だな、レオニー。斧殺し、剣殺し、魔物突き、やばいな。斧殺しあったっけ。レオニーはやばいな。なんか、あー、よくあるか。おい。で、あー、聖なる槍だから回復したのか。まずこっちを対処する。俺の一撃で倒してしまう。倒せないか。じゃあ猫で撃つ。普通に撃つか。普通に撃つ。 OK。 俺ほとんど戦技しか使ってきてないからさ、普通の攻撃もちゃんと使うべきだね。二
2回攻撃になるとか知らなかった。このレベル、ウェイウェイ、なんだこれ、何も起こらなかった。経験入んないじゃん、これ64じゃ無理かな。できました、よくできました、はい、で、マリアンヌね、マリアンヌは回復でレベル上げてんな、ほんとあとちょっとで、ここかどうしようかな、計略で一人後ろを固めて吹っ飛ばせるか、やるか。手伝うか。おわおお、みんな来たな。仲良しね、みんな。引っ込みってどっちだよ。レオニー結構はず、あ、でも100パーか。レオニー結構命中不安がある。転職してから命中不安がすごい。引っ張れない。あ、移動か。この辺。で、リシティアの計略で、そうだね、ジェラルトじゃなかったっけ、35だな。かといって子猫やられそう。クロールは後ろ2人、リシティアの魔法でダークスパイク T 倒せない。あいつは動かないからこいつを削る。お、倒した、さすがリシティア。私を侮るからです。びっくり、よくやった。でクロードの計略、クロードこんな近づくのありえないんだけどな、普通なら。ナスはやることがないので心待機で、どれくらい来る、うわ死ぬね、死ぬね。リシティアの神防御力だな、まだクロードのがあるもん、ナスね、子猫の方があるもん、実際5だもん、ね、計略かな、動けなくするっていうのが大事だよね。クロードが一発受け、あー、あいつ動いてくるのか。じゃあ、あ、経力ないの、そう。リシティア死ぬこれ。死ぬな。子猫がここに立つと。あ、倒せる。一発だったら耐えれるでしょ。近い近い、あーいいね、二連撃か、そっか、近い人に二連撃なのか、いいね。でヒルダちゃんか、ヒルダちゃんもここ待機でいいでしょ。子猫大丈夫か、リシティか子猫が危ない気がする。はい、クロードはまあ安心感がある、はい、一人ぐらいだったらクロードはいい。で二発かー、いやー、なるほどな、無茶して近づいちゃダメなんだな。せっかくリシティア頑張って一人倒して経験値得たけど、ちょっときついね。さあどうするんだ、下がるのも手か、ゴキブリと違ってそんなに範囲は広くないし、ね、僕はいつでもいいですよ。一人下がるか、私に任せてください。ケサバチ、ぼちぼち動くか、クロードに来ないの、ここ来るよね、なんか、まあ、いいか。で、レオニーがここいるから計略をなんかぶっ破して、はい、そういう手もある。で、そう、その上で逃げる、はい、これでいいでしょう。で、あ、この子か、この人か、俺外すんだよね、俺から行動すると俺が外すよね、みんなぶっ倒す。
で、ま、このパターンだとカトリーヌ様が外すパターンになるんだ。やっぱ世界線がある程度やっぱアトラクトフィールドしてるよな、アトラクってるよな、そんな気がするね。さあ仕事だ。で猫で風流と、ほい、銀の夢も買ってあげたいけどな。外した、外しやがったな。休みたいんで私ですか。マリアンヌ攻撃して、マリアンヌ決めていいよ。じゃあ決めれないか。じゃあオーラで君のレベル上げ一番兼ねてるから、はい。でもね、当てるでしょう、さすがに。カトリーヌ様が引いてくれたと思うから。いい勝負ね。くじはでヒルダちゃんか。ヒルダちゃんはタイプ。あとは僕の出番のようだな。ナスは受けよう。出荷はされないでしょ、ナスほど強ければ。体が強靭だよね、うん、リシティアに来なければいいけど来ないか。馬いるんだ、馬いるんだ、はい。そっか、君たち動けないのか。じゃあもう一回契約受けてよ。君たちは動けません、動くのは禁止です。大したことないね。はい、こんなプリが上がったか。一人玉で自分が下がるのか。あー、あれ取り行きたいけど集中砲火食らうんで。上誰かいる、あれか。まあここでいいでしょう普通に、はい。で子猫にあげよう、ほい。やった、勝てた。ナッスもレベル低いんだよね、ちょっと不安になってくる。あいつ動けないんで、はい、クロードで削る。あとはリシティアで倒したいけどさすがに届かないか。でこっちの陣は、普通に帰ってくる。 OK、 あとは動かなくていいかな。こっちに何かある、落とし物がいっぱいあるか。レア武器落ちてるかな。斧が来る、やっとくか。みんな一応動いとこじゃん、援護に。猫とか。ヒルダちゃん俺の後ろに置きたいけど、無理か。私ですか。え？ナスか。食らってる人はレオニーか。無理だね、その位置。まず、進んどこう。違うな。あいつ、あいつ動けないのか。はい。で、戻ってくるよね。そうだよね。そうだよね。こいつらフラフラしてんな。来るけど、まあいいでしょう。馬がちょっと怖いね、機動力があるから。で、こっちをまず俺が倒す。はい、これでいいだろ。オッケー。で、マリアンヌが、マリアンヌでナスを回復かな。俺はまあ、いいでしょう。で、いいね、あと1だ、マリアンヌあと1だね。もっとなれるよ。よし、で、クロードで1人倒すか。いや、下がった方がいいか。ちょっと危ないか、これ人数多いな。また一度下がるか。か、リシティアの計略で止める、それでいいか。で、目の前のやつをボコスか殴って倒しちゃえばなんとかなる。この状況なら。うわ、35だった。マヌエラ先生何しとーん。マヌエラ先生ほんと何してん。いやいや、クロードで倒す。はい、お疲れさん。で、ナスの計略で止める。猫が近づいてきて、戦技で削る。レオニーでこいつ倒したいけど無茶かな。無茶かな。無茶か。普通の攻撃は無理か。じゃあ、ナスの
ナスの計略でまずここを封鎖する。 50% 計略の確率低いのは何だろう、士気レベルが低いのかな。はい、でそうだよね、ナスにしか来れないね、これで。リシティは守られた。ナスは、ナス死にません。ナス死ぬな、これナス出荷コースだな、これ。リシティアにも来てんな、お前。リシティアは生きるんだ。リシティアが倒しちゃうな、そんなことすると。これでレオニーか。反撃が痛い、反撃が痛い、反撃が痛い。痛い。こいつ強いな。あ、ボスか。だからこんな強いのか。レオニーどれくらい食らわせられるかだよな。レオニーはここ待機かな。で、シャミネコで、デラス。飛車でやれば、あ、下いけないのか。レオニー反撃じゃ無理だから、ナスが反撃で倒せるような範囲にしといてやった方がいいか。はい。OK。98を当てる。で、ヒロちゃんは落とし物ヒル。体罰！ああ、体罰ですか。ね、さあ、どうだ。2回だけど、レオニーは耐えるよね。よしよしよし。よくやったレオニー。あいつはもう来れないから、リシティアに攻撃なんかしたらお前死んじゃうよ。はい、死んじゃった。後ろのやつ出てこないかが不安なんだよな。出てくるか。で、リシティアに攻撃すると死んじゃうよ。強い。強い。うちの子強い。うわ、逃げた。あ、弓来たな。弓レオニー狙いか。で、ナスで叩くか。とりあえず近づかれるとこいつは何もできないはずだから。計略で足止めしてもレオニーに来る。まあ普通に殴るか。ほい、痛い。オッケー。でレオニーで、まずいかな。回復場、回復どこか。こっからレオニーが攻撃できれば、あ、違うわ。レオニー再移動できるから、別にいいんだ。いける ?1、2、目の前しかいけない。いけるのかな、いけるのかな。やってみよう。ほい。100% 倒す。レオニーの 100% は、100% でも、ちょっと信じられない。あったー。こっちは片付いたよ。飛行ユニット命中。ここ。で、リシティはこの位置でレベル上げ、剣レベル上げ、アンドレベル上げ。オッケー、本気出したね。努力の量が違いますから。でさらに金塊、金塊はいらない。あ、航空の指輪リシティは持ってるな。はい、ね。で、弓部隊か。なんか馬だけ残されてかわいそうだな。で、マリアンヌも一人だね。マリアンヌこっからでいくか。できるよね。そうだよね。今、レオニーかな。ではかけるね。マリアンヌあと1レベか。あ、このパートで行きたかったな。いっそみんなでこう回復し合うか。例の戦術を取るか。ちょっとそれをやるか。はい。じゃあこれ待機。あの馬をオロオロしてろ。オロオロし始めたな。マリアンヌ回復だ。マリア近づいてきて、リブの回数限られてる。で、こっち、あ、こっちに引っ張りたいな、俺。はい、助かる。結構もらえるんだよね。レベル高い人からすると結構もらえるのかな。レオニーはちょっと逃げとこう。で、みんな逃げよう。マリアンヌの回復で経験値を稼ぐ作戦だ。よし、下がれ下がれ。下がってしまえ。行くけい。はい、これで OK。 あと数人回復できる方がいいかな。で、マリアンヌは近づきつつ、マリアンヌ移動が遅いな。レオニー OK。
いやー早くビショップになってほしいな。はい、下がる下がる。終了。あの馬も動揺してるだろうな。なんだ、なんでこんなに数で圧倒してるのにあいつは下がってくんだっていう、そういう気持ちだろうな。しゃべり回復した量で決まるのかな。そろそろ来させてやるか。来いよ。まだ来れないの。もう遠足やの。あ、もうリボルできない。いや、ヒルダちゃん、はい、オッケー、マリアのあとちょっとはね。じゃあ叩くか。よいしょ。脇腹空いてるぞ。どうした、脇腹空いてるぞ。そっち向いてていいのか。はい、君来るぞ。で、リシタ先生ね。魔法、まあいいや、やめた。武器耐久の無駄だ。魔法剣一戦は。ダークティースパイク、60! いけ、特攻だ !60! はい、いいでしょう、ね。私を侮るからです。おお、プリスト、うわー、すげえ、この子、わーい、完全に飲み込めました。あれー、他の子のプリストと違うの覚えた。魔力プラス2じゃない。なんか、いいの覚えた。メルセデスちゃんが覚えたやつ覚えた。そうだよね、リシティアだよね。そっか、やっぱみんなそれぞれ到達した時に覚えるって、なんか共通の場合もあるし、特殊で、キャラによって違う場合があるね。面白いね、このゲーム。そういう違いがあって、同じ兵士を覚えさせてても違うっていう状態になるから、すごく面白い。いやー、祈りか、幸運によるんだよね。幸運の確率で HP が1残るってやつ。2以上あるときに。なんで1のときには発動しないんだけど。幸運どれくらいあったかな、リシティア。100% にはならないやつなんだよね、多分。マックス値って決まって、あー、来た。本番か。まあ、推奨レベル15だけど、前回14だか13だかで20の子たちいっぱい出てきたんで、信用できないよね。はい、じゃあ、裏で準備して次回本番ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。